それでは自然浄化について説明します。自然浄化っていうのは、流入した汚濁物質が生物の働きなどによってだんだん減少していく。ね、自然ときれいになっていくっていう現象です。皮とかに汚れたものが入ってきちゃっても、自然の働きでだんだんきれいになっていくよっていう現象です。これが自然浄化を表したグラフだけど、ちょっとわかりにくいから丁寧に見ていこう。 この上のグラフの縦軸にはいろんな化学物質の量を、下のグラフの縦軸にはいろんな生物の量を取ります。そして横軸はこの右に行けば行くほどその川の下流だってことを表してます。こっちが下流で、こっちが上流。そしてここに汚水の混入が起こるとします。このね、えっと、下の線は ここっっちちがが上流、こっちが下流下を表していますので川っていうのは上流の方から下流の方に、ね、一方向的に、ね、ずっと流れてるわけですから下の線は場所の違いだけではなくて時間的な違いも表していることになります。だってそれはもちろん、えっと、上流から下流に向かって、ね、どん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 、えっと、時間が経ちながら水は一方向的に流れていくわけだからこの横軸は、まあ、場所の違い、ね、単に場所の違いっていうよりはこう時間ら。 時時間間の変化、ね、時間的なな違いいも表していることになります。今から説明する全体の流れは川の上流の方に生活排水がタラ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 垂れ流されていたとしてもそれが少量であれば、ね、もちろん自然浄化には限界があるんだけど、まあ、それが少量であれば川の流れとともに水質 水の状態は元通りにね元の状態に戻っていくんだよっていうねそんな流れを今から説明します生物のグラフって1つの縦軸横軸にたくさんのグラフが同時に描かれることが多いからだから分かりにくい勉強するときは一本一本考えよう一本一本別々に考えようではまずこの汚れた水が混入するこのね汚れた水っていうのは具体的には たくさん有機物が入った水というイメージです。たくさん有機物が入った水がまずは流入する。そうすると、その有機物を使って細菌が増殖します。まずはじめに増殖するのは細菌です。細菌がその有機物を食べちゃう。つまり呼、呼吸によって、その有機物を分解する、ね。そしてエネルギーを得て増える。まずは細菌がその有機物を呼吸によって 分解してて増えていきますもちろん呼吸によって有機物が分解されるので、ね、呼吸っていうのは酸素を消費する生命活動ですから酸素がガクッとまず初めに減っていきます初めにこう細菌がドバーッと増えるね細菌がドバーッと増えるさらにここには生活排水が垂れ流されているねその中にはたくさん有機物が入っている細菌の増殖や 汚れた水の中の有機物、それの流入、それによって水の透明度が低下していきます。この辺の水は濁っていることになります。すると光合成をして生きている藻類、ね、この藻類が光合成できなくなってしまって、ガクッと数を減らすことになります。また細菌がうわーっと増えて有機物を喜んでガンガン分解する。すると 有機物の分解産物の一つにアンモニウムイオンがあるんだけどアンモニウムイオンがわーっと増えてくる、ね、細菌が有機物をガンガン分解しているもんだからアンモニウムイオンがわーっと増えてくる、ね、有機物の分解産物の一つアンモニウムイオンがわーっと増えてくるそしてそのアンモニウムイオンを喜んで取り込む生き物たちがいてうわアンモニウムイオン欲しいよってアンモニウムイオン欲しいなって言ってる子たちが実はいて それがこの子たち、アショウ酸菌とか硝酸菌とかってやつら。このアショウ酸菌と硝酸菌は合わせて消化菌なんて言われるよね。アンモニウムイオン欲しいよってアショウ酸菌がアンモニウムイオンをもらう。で、これないこれいらないよってアショウ酸イオンを吐き出す。で、実はそのね、吐き出したアショウ酸イオンを欲しいなと思ってる人がいるんだね。なんか古着屋みたいだね。もういらないよってアショウ酸菌が捨てたアショウ酸イオンを それ欲しいんだけどっっっててて言ががもらを排出するだからこれね我々が外から見るとアンモニウムイオンがだんだんと硝酸イオンになっていくように見えるんだねそのようなアンモニウムイオンが硝酸イオンに変わっていくような作用を消化作用って言いましたねアンモニウムイオンが硝酸イオンに変わっていくような作用を消化作用って言いましただからアンンモニウムイオンの量が増えて そののしばらくく後に硝酸イオンの量が増えていくんだねまずはアンモニウムイオンが増えてでだんだんアンモニウムイオンが消化作用によって硝酸イオンになっていくんでやや遅れて,、ね、やや遅れて硝酸イオンが増えてくるんだねこれは発展だから覚えなくていいですがこの亜硝酸菌とか硝酸菌ってこれ何やってるのっていうとねもちろんあの古着屋で服売ってるわけではなくてこの亜硝酸菌とか硝酸菌っていうのは実は 化学合成っていいいうね、ね。光光合成のの使わななバージョンみたいなものをしてるんです、ね、不思議だね、化学合成って不思議だねあの、光合成って光エネルギーを使って有機物を合成するから光合成じゃん、この亜硝酸菌とか硝酸菌っていうのは化学エネルギーを使って有機物を合成するんだ、その化学エネルギーどこから得てるのっていうと、このアンモニウムイオンを亜硝酸イオンに変えることで、その差分のエネルギーを取り出して、そのエネルギーを使って有機物を合成してる、それがアショ硝酸菌。 硝酸菌も同様で、硝酸イオンを硝酸イオンに変えることで、その差分のエネルギーが取り出せる、その取り出したエネルギーを使って有機物を合成して生きてるのがこの硝酸菌なんだ、まあ、生物基礎では習わないので、えっと、知らなくて結構ですで。すいません、話を戻すと、初めに細菌がわーっと増殖して有機物を分解する。有機物が分解されると、 アンモニウムイオンが生じるでアンンモニウムイオンは消化作用によって硝酸イオンに変わっていく。で、この青い線は藻類のグラフでした。この下の青い線はじめね、有機物がわーっと入ってきて、ね、細菌がわーっと増殖して、水が濁っちゃったから、ね、水の透明度が低下したから、光合成できなくなっちゃって、ね、水中に光が届かなくなって、光合成できなくなってしまって、数を減らしたのがこの藻類。 だん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 数を増やしているのは、ね、だん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 増えてきたのはなんでかっていうと、まずはもちろん水の、水の透明度が上昇した、ね、まずは水の透明度が上昇した、もう一つの大きな理由は、このアンモニウムイオンとか硝酸イオンって、これってね、層類が増えるために必要なな栄養なんだわだからアンモニウムイオンとか硝酸イオンがわーっと増えると、そこからやや遅れて、藻類がそれを使って増殖してくるんだね。 さあラスト、ね、ラストのグラフはこの紫のグラフ、このグラフ、これは細菌を捕食する、つまり細菌を食べちゃう、ね、そんな原生動物のグラフです。細菌が増えてから、やや遅れて増え始めます、ね。このピークが後ろにずれてます。まあ、これ、イメージできるかな、えっと、食べられる方がまず増えてから、それを食べつつ増えていく、ね。まずは食べられる方が増えて、その後に食べる方ね 食食べべらられるるる。ものがが増増ええてから食べる方が増えるだから少し細菌のピークとはずれるんだね。後ろの方にずれるんだね。細菌を捕食する原生動物のグラフがこの紫のグラフです。この原生動物っていうのは明確な分類名ではないんだよね。あ,のあんまりこう正確にこいつとこいつとこいつが原生動物であるっていうふうには決まってないんだよね。例えば単細胞の生物で、 何かこう自分で光合成せずに他の生き物を食べたりするような生物そんな風にすごく、ね、単純な体を持った、ね、単細胞生物で他の生き物を食べて暮らしているような生物そういうのをね総称して原生動物って言うんですねあんまり気にしなくていいですよ。まああとはこの食べられる方被食者が増えてから捕食者がやや遅れて増えるっていうのは、まあ、イメージで捉えてしまっていいと思います。 まあこれ、えっと、発展生物の方で少しだけ詳しくあるけど、被食者の増減に少し遅れて、捕食者の増減が始まるんだよね。で、まあ、あとは食べられる方とそれを食べる方では、食べる方ののが数が全体の数が少ないって、まあ、それを知っておけば、細菌と原生動物を間違えることはないですね。ももちろん,なんていうか、えっと、何捕,食者捕,食捕食者よりも 被食者が少なかったらすぐ絶滅しちゃうでしょ。被食者の数が圧倒的に多いから、捕食者が、えっと、安定して維持されるわけだよね。では、今までの話をまとめたものがこちらです。汚れた水が流入すると、その中に含まれる有機物を、ガンガン細菌が呼吸で使う。細菌がまず初めにわーっと増える。 最近は有機物を酸素を使って分解するので酸素がガクッと減るそして有機物の分解産物としてアンモニウムイオンが出てくるアンモニウムイオンは消化作用によって硝酸イオンに変わっていく最近がうわーっと増えて、ねえー、汚れた水がわーっと入ってくるとこの上流のところは水が濁る、ね、水の透明度が下がる水の透明度が下がると藻類の数が減っていく だだんだん水が透明になってきてまた栄養となる、ね、無菌類も増えてきて藻類の数はだん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 上がっていく細菌が増えるのと細菌が増えるタイミングよりも少し遅れて細菌を食べる原生動物が増えてくる最後に少し補足しておくと酸素がね一回ガーッと減る、ね、細菌の呼吸によって酸素がガーッと消費されてで酸素がねまたこう 戻っていくね酸素がこうまた戻っていくのは、だんだん藻類,、ね、類が増え始めて、ねだんだん藻類が増え始めて、藻類の光合成によってね酸素のレベルね、ね酸素の量が多くなっていきます。で、この藻類が最後ちょっとねあの減りつつあるのはね、ね藻類が最後ちょっと減りつつあるのは、もうね栄養となるねアンモニウムイオンとか硝酸イオンがなくなってきたんで、無機塩類がなくなってきたんでね、ね藻類の 増殖がここでで少し抑制されてる、ね、そんなイメージですここからちょっと補足としてどんだけ水が汚れてるかの指標になる BOD と COD について少し解説します BOD っていうのは水中の有機物を微生物が分解するときに必要な酸素消費量のことですだから BOD がとっても 大きいね BOD がとっても大きいってことはものすごい量の酸素を使って生物に頑張って頑張って有機物を分解してもらわなきゃいけなかったってことだから BOD が大きいってことはサンプルとして採取した水の中にたくさん有機物があったってことになる。ね、BOD が大きいほどたくさんそのサンプルの中に有機物があったつまりその水が汚れていたってことになるんだね。 さっきの BOD と似た指標に COD っていう指標があります。これは、さっき BOD は生物にね、有機物を分解させて、その時どんだけ酸素を消費したかを、ね、測定して得られる指標だったけど、COD っていうのは、それの化学物質バージョンです。化学物質を使って、ね、生物じゃなくて、化学物質を使って有機物を分解する、ね。その時どんだけ酸素を使ったかを測定する。 そうして得られる指標が COD ですやっぱり同じように COD が大きいほどたくさん酸素を使ったってことはたくさん有機物があったってことになるので COD が大きいほどその水は汚れていることになりますさっき BOD ってやったから COD なんかいらないんじゃないと思う人がいるかもしれないけど実はこの COD って BOD よりもすごく短時間で測定できることが多いんだ。 だから、BOD の代わりに COD を求めることもあるんですね。もちろん難しい話だけど、COD にはデメリットもあります。使う化学物質によっては、分解しやすい有機物、分解されにくい有機物が出てきてしまう、また、実際その有機物を自然界で分解するのは誰かっていうと、やっぱり主に生物なんですよね、自然界でその有機物を分解するのは。だから、 実際に生物にその有機物を分解してもらって、そして指標を我々は得た方が、より自然界の条件に近いですよね。だから BOD にはすごく意味があるんですね。ちょっと難しい話も話してしまいましたが、実際、テストに出るのはこの程度です。BOD や COD が大きいほど、水中の有機物がでは多いか少ないかで答えてください。 BOD とか COD っていうのはね、どんだけ生物がそのサンプル中の有機物を分解するのに酸素を使ったか、どんだけ化学物質がそのサンプル中の有機物を分解するのに酸素を使ったかってことだから、水中の有機物が BOD が、BOD や COD が大きいほど多いことになります。簡単でしたね。ちなみに、 BOD のグラフはこんな感じになります。汚れてるところが大きい、汚れてないところが小さい。ついでに、不栄養化も見ておきましょう。不栄養化ってね聞くと、なんとなくね、あ栄養たっぷり良さそうってイメージがあるかもしれないけど、今ではこれマイナスのイメージで使う言葉です。生活排水とか農業排水が流入する。やっぱり自然浄化には実は限界があるんです。 自然浄化ではこう浄化しきれない、ね、自然に浄化するっていったって、浄化しきれない量の生活排水や農業排水が流入してくると、何が起きるかっていうと、まずは植物プランクトンが異常に増殖する。そうすると、海水や故障の表面が赤褐色や緑色になってくる。海水の表面が赤褐色になる。 そんな現象を赤潮、故障の表面が緑色になる、そんな現象を青子なんて言ったりします。なんかね、海水とか故障にね、色がついて綺麗でいいじゃないか、ね、赤潮、青子、ね綺麗でいいじゃないかって思うかもしれないけど、実はいろんな問題がある。プランクトンの死骸が分解されるときに酸素が消費されるので、圧倒的な酸素不足になる。また すごい異常増殖したプランクトンが魚のエラに詰まって、魚が大量に死んでしまう、ね、プランクトンが毒素を出す、いろんな問題が起こってくるわけです。こんなふうに栄養だからって言って、それをものすごい量流してしまう、自然浄化起きるでしょうっつって、ものすごい量のね生活排水、農業排水を流してしまう。ね、そうすると実は逆に ものすごい大量に生物が死んでしまうことが起こり得るんですね。このことはとっても大事なので知っておきましょう。では、ご清聴ありがとうございました。これからも心身の健康に気をつけて勉強頑張ってください。